皆さんこんにちは、ベッカースミチャンネルへようこそ。今回は9月に2泊3日で石川県と富山県を旅行した時の1泊目の動画です。訪れた場所は七尾湾に面して旅館が立ち並ぶ和倉温泉です。和倉温泉は開湯1200年とされる歴史の古い温泉です。傷ついた白鷺が傷を癒しているのを領地が発見したと伝えられています。そして海の中から発見された温泉で、昔は潮が引いている時でないと温泉を利用することができなかったようです。塩分をよく含んだ温泉で体がポカポカに温まります。さて、和倉温泉街を少し歩き、昼食は能登海鮮丼みとねで撮りました。その食事動画はいただきすみチャンネルで紹介してますので、ぜひご覧ください。このチャンネルではこれから宿泊しようだとか、どこかへ行ってみようと考えている方々のお役に立つことを目標に動画を作成しています。更新頻度はあまり多くありませんが、チャンネル登録をしていただいて応援してもらえると嬉しいです。本日宿泊する宿はこちら、和倉温泉湯煙の宿美湾荘、こちらに宿泊します。こちら玄関なんですけども、玄関のですね、まあ、周辺にも駐車することはできるんですけども、私たちはですね、最初それに知らなかったので、向かいにあるこちらの駐車場、もう一番の雪だとまさかの、向かいの駐車場に停めるということをしてしまいました。まあ問題ないですけどね。玄関の脇のところに源泉がありました。今回ホテルのご協力をいただいて、男性女性それぞれの大浴場と露天風呂の撮影をさせていただいておりますので、そちらもぜひご覧ください。フロントはこちらになるんですけれども、チェックアウトの時はこちらでですね、精算をしたんですが、チェックインの時はですね、この後に移りますラウンジの方で行いました。こちらのラウンジでチェックイン手続きを行いました。お月菓子は水まんじゅう、そして抹茶を用意してくれました。ラウンジからは七尾湾を見渡すことができます。この中庭なんですけれども、外に出ることができるんですね。右の方に行くとですね、こういうソファーがですね、3つ用意されておりまして、もうほんと眼前にこう七尾湾を眺めることができます。湯湾荘では釣り道具をレンタルすることができます。先ほどの中庭のところをもっとこう海の方に行くとですね、このギリギリのところで釣りをすることができます。子供はですね、ライフジャケットを着ることになっています。それがルールです。釣りはですね、全くやったことがなかったので、なかなかうまくできなかったんですけれども、唯一1匹だけ釣ることができました。ちょっと名前わからなかったんですけども、最後はリリースしました。ここからは部屋の紹介です。ラウンジ近くのところの通路を入っていくんですけれども、このまままっすぐ行くとですね、大浴場につながっているんですが、そこ行かずでここを右に曲がるとエレベーターがあります。今回はそちらの2階へ行きます。本日宿泊する宿はですね、2階にあるんですね。で、2階に行く途中にこのいろゆかたがあります。また後でご紹介します。で、今回宿泊する部屋ですね、こちらになります。こちらが玄関になるんですけれども、入った瞬間なんかすごいね、こう清潔感があるというか、とても綺麗に見えました。スロープもあったので、バリアフリーにもなっているのかな、そういう印象でしたね。ここからが部屋の中の映像なんですけれども、襖を開けた瞬間にもううわーって思いましたよね。綺麗だし、何よりも広いって思いました。
そしてここからが寝室の方の映像になるんですけども、ここの作りというかもう綺麗ですよね。明るいというか、そして海が綺麗に見えるんですよ。最高です。これだけ広いとどうしてもこうまったりしたくなってしまう、そんな気持ちになりませんか。こちらのリモコンは寝室のカーテンの開け閉めに使います。今回は開けているとこの映像だけなんですけれども、このように開きます。このリモコンはベッドのリクライニングに使います。頭を上げたり足のとこを上げたり振動を与えてくれたりしました。部屋にもですね、お菓子を用意してくれています。テラスのところにはですね、こんな感じで椅子を用意してくれています。どうですかこの景色、和みますよね。あら、和んでる。はい、今ですね、温泉に入ってみました。すんごいですね、暑かったんで、さすがにちょっと源泉かな、そのままで入るのはちょっと厳しかったんで、ちょっと水を入れて少し冷ましました。源泉の段階で48度、水を入れてですね、見えるかな、46?6 ですかね、2度ちょっと落としたというところなんですよ。2度落とすと、まあなんとか我慢してれば入れるかなと、そんな感じですね。はい、ちょっとこちら見てほしいんですけども、これ源泉出てくるところなんですが、これなんか粉が見えるんですよ、白い粉。これ塩ですかね。来るときにですね、入り口のところ、玄関のところに源泉っていうふうに書いてあって、沿線っていう感じで確か書いてあったんですよ。だからちょっと温泉しょっぱいのかなと思ったらですね、実際やっぱりしょっぱいんですよ。塩味を感じる、そんな温泉になってました。なのでですね、ここについてもしかしたら塩がで水分が飛んで、塩が残ったのか、そんな風に思いますね。で、景色がですね、とてもやっぱりいいですね。で、海が目の前にこう広がっているんですけれども、なんていうのかな、穏やかですね。非常に穏やかな海です。だからこう潮騒が聞こえるっていうわけじゃないんだけれども、とても穏やかな海が、こう眼前に広がっていると、そういう感じですね。で、本日ですね、もう3時ちょい前くらいにチェックインをさせてもらっているんですけれども、
まあ、それから夕食が6時、今、夕方の5時なんですけど、2時間ものすごくゆったりとまったりしてしまいましたね。もう景色もいいし、部屋も綺麗だし、広いし、いや最高のホテルだなっていうふうに思いましたね。ここからはですね、お土産屋さんのご紹介になるんですけども、対面にですね、こんな感じで和風の装いをしている、こう演出というかありまして、とても目を引きました。ここからは夕食のご紹介になるんですけれども、私たちは、個室ダイニングサイというところをいただきます。で、私たちの部屋からはですね、あの2階なのでつながっているんですね。なので歩いていきますと、最初にですね、食事処円というところが目に入ります。今この円の中を映しているんですけども、ここさっき今映ったところ反対側のところから撮っております。でさらに奥に行きますと、こちらですね、個室ダイニングサイという、場所がありまして、そこで夕食をいただきました。まずとぐるっと見てみましょう。こちらですね、14部屋っていうんですかね、あるんですけども、あの部屋の表札がですね、能登や石川にまつわるものとアイコンでですね、可愛くディスプレイされているんですよ。で、今回私たちが、案内された部屋はですね、水引きという部屋でしたね。でこんな感じです。なんかカップル席みたいな、そういうところもありました。こちらが私たちの部屋の水引きというところですね。個室に入ってみますと、このように準備されていました。この中ずいぶん綺麗ですよね。コンセントやですね、USB ポートもあるので、うっかり充電がなくなってしまっても安心です。飲み物や別注料理はですね、こちらのタッチパネルでオーダーすることができます。今回はですね、ビールと梅酒をオーダーして、それとですね、あとフライドポテト、こちらをですね、オーダーしました。これは娘が大変喜んでいましたね。ここからがお料理になります。こういう前菜からスタートする懐石料理って、なんかほんと特別感ありますよね。普段こんな風に食べることできないので。なんか本当に幸せな気持ちになれます。私たちが行った時はですね、ちょうどこの季節の変わり目のところだったんですね。なのでお料理にマツタケが入ってきました。嬉しかったですね。
お腹いっぱいになって部屋に戻ってきてですね、ちょっとまったりする時間があったので、壁付きのテレビが大きかったので、ついつい自分のですね、もう一個のチャンネル、いただきすみチャンネルの動画を見て過ごしていました。この後、お風呂に入ります。今ですね、夜の客室露天風呂に入っているところです。夜といってももう4時になってるんですけれども、ふと目が覚めてですね、入ろうと思って今来ているんですが、まあこういうところにね、客室についてるのってそれがあるからいいですよね。確か大浴場って12時か1時かなんかで終わってしまっているので、そこがいいところだな、そんな風に思います。で、大浴場の方に行った時に陰線ができるってことだったので、ちょっと飲んでみたんですけれども、まあしょっぱくてですね、一杯は飲めないです。で、まあ少しにしてくださいって書いてあったんですけども、やはりちょっと、うわーって感じでしたね。で、その時に見たら、源泉が70度ほどありますって書いてあったんですよ。で、今こうやって客室風呂入ってて、ここもね、入る前48度だったとか言ってましたけども、さっき測ったら54度ありました。で、さらに思ったのが、ここの上のところのこれですよね。ここに溜めてあるやつってもしかしてもっと高いんじゃねえかと思って測ってみたんですよ。したらですね、ラコトロって60度が限界なんですけども、見てみましょうか。これ一気にですね、60度振り切ったんですよね。なので、やっぱり源泉70度くらいあるっていうのは、まあ、そうなんだなっていうふうに思いましたね。外はこんな感じで、もう完全に漆黒の闇ですよね。で、晴れてたらもしかしたら星が見えるのかなっていう感じなんですけども、今曇ってるので星が特に見えないようなところですね。それとですね、マッサージを受けてきました。まあ、マッサージという表現を使っているかわからないんですけれども、大浴場の前のところに受付があったんで、お願いしたんですけれども、とてもですね、気持ちよかったです。体のことすごい分かっている人なんだなっていうふうに思いまして、コミュニケーション能力か、もうすごい高い方だったので、誰でも本当お気軽にですね、受けられるのかなと、そんなふうに思います。なのでですね、大浴場行かれた際は検討してみてはいかがでしょうか。翌朝の天気なんですけれども、晴れてくれたんです。朝食はですね、夕食と同じ個室でいただきました。朝から豪華でございます。ここからは大浴場のご紹介です。部屋に行く時のですね、エレベーターのところ曲がらずにまっすぐ行った先に大浴場があるわけですね。で、今回ですね、今これ夜の映像なんですけれども、大浴場を撮らせていただいたのは明るい時だったので、ちょっとね、時間がミックスされていますが、そこはご了承ください。大浴場露天風呂はですね、男女入れ替え制ではないので、1階が男性側、2階が女性側、そんな風になっております。まずは1階男性側から撮影していきたいと思います。入り口のとこなんですけども、今映ってなかったんですが、貴重品ロッカーですね、そちらがありました。こちらの奥の方見えると思うんですけども、温泉の湧き出し口のところ、ここでですね、陰線をすることができるんですね。で、そこのすぐ横に窓見えましたよね。そこのところ開けてあるので、暑い時でもそこから涼しい風が入ってきて、とても気持ちよくですね、入ることができました。いざお風呂に入ってしまいますとですね、ちょっと目の高さからは海の方見えないんですけれども、
実際これね、立ち上がって見てみるとすごいところにありますよね。もうすぐそこが海になっております。ここからは2階の女性側の大浴場です。エスカレーターを登ってですね、向かいます。上下階が違うだけですね、あの場所としては同じ位置にあるので男性側とレイアウトは一緒です。で、女性側の方にはですね、これ隔てがありますね。女性側の露天風呂を着てみた時にびっくりしたんですけれども、なんかこうインフィニティ設計を思わせるようなそんな感じでしたよね。もう目線の位置から多分海が見えると思うんですよ。この景色は最高ですね。朝だったりチェックインしてすぐに入ることを私はおすすめします。これはいい眺めだ。現在午前10時です。チェックアウト19時前の最後の客室露天風呂に入っています。いやー、いいお湯ですね。やはりですね、ちょっとこのまま入るのは暑すぎるので少し水を入れてですね、温度調節をしています。で、1個だけ注意点がありまして、ここですね、今窓こうやって開けているんですけれども、ここですね、そこのすぐ下のところ、そこでですね、釣りができるんですよ。なので釣りしている人がいた場合に窓の方限界まで立ってたりするとですね、裸が見られてしまいます。なのでそこはちょっと気をつけながら入ってもらえればと思います。いやでもいい景色だな。いや本当にこんな景色で見られると思わなかったんで、朝ですね、カーテンを、あの自動のカーテンを開けたらですね、一気にこう部屋がもう明るくなっちゃってですね、もう眩しいくらいで、あれ今日曇りなんじゃないのって思ったんですけれども、晴れてたんですよね。いや本当に良かった。今回はですね、石川県和倉温泉湯煙の宿美湾荘さんに一泊二日で宿泊しました。でこちらですね、最初来てすぐなんですけれども、チェックインした後に部屋までですね、案内していただけるんですけども、もうその方もすごいいい方だったし、あの食事の時ですね、配膳とかしてくれる方もですね、とてもいい人だったんですね。もう本当は名前をここでご紹介したいぐらいなんですけれども、とてもいい、人たちでした。そしてですね、昨日行ってすぐなんですけれども、フロントの方もですね、明日ちょっと天気はどうなるかわからないけど、あのぜひその庭の方ですね、庭園の方も見ていってくださいなんて言ってくれたりとかしてですね、とてもこう気分がいい宿泊になりました。というわけでですね、美湾荘さんの宿泊動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。